料理人にはなりたかったことがあるんですよ。で多分うまかったんじゃないかなと思いますけど、僕はあの自動車のデザインとか、そうですね、そういうことがずっと小さい頃はやりたかったんで、そういうことができていたらよかったなと思いますね。はい。僕が最初に監督したのはですね、マドックス01というですね、すごい短い40分ぐらい のビデオオリジナルの、アニメーションがありまして、最初の監督作はミニパトというですね、で当時まだフル 3D のアニメーションってそんなに日本ではなかった時だったので、十何年か手書きのアニメーションでやってたんですけど、それからやっぱりもっと僕メカニックデザインとか世界観を表現するのに、コンピュータグラフィックスが出てきて、どんどんそういう技術が上がってきたので、これからはこれだなと思って、やっぱ30代の頃から そちらをメインでやるようになったんですけど、それはもう間違いなくアップルシードの1本目の映画ですね。それがやっぱり僕にとってそのモーションキャプチャーで、全てを 3DCG で描く、一番長く携わっているのは航空機動隊だと思いますね。シリーズも2本あったし、劇場というか長編も1本作ってますのでね。で東のエデンは僕の初めての完全にオリジナル作品だったので、今まで で一番時間をかけた作品というのはキャプテンハーロックというやっぱりフル CG で作った、映画がありまして、で完成するまで5年以上かかったと思いますので、あれは一番長かったんじゃないかなと思いますね。ちょっとね、もう細かい経緯は忘れちゃったけど、最初ね、荒牧監督が降下機動隊を自分でも違うシリーズを作ろうと思われてたらしくてですね、まあ、みんなのパーティーだったんです。その時にたまたま僕の横に石川さんが座ったので、その時にもう直接ちょっといっぺんダメ元で行ってみようということがありまして、荒牧監督と2人でその降下機動隊シリーズをね制作しようじゃないかっていう企画が立ち上がって、ただ僕も荒牧監督も別の作品をディレクションしてた時期だったので、すぐに広角に入れない時に、せっかくそういうユニットでね新しい作品を作ろうっていう動きがあるんであれば、ウルトラマンっていう企画があるんだけども、これをちょっとやってみないというふうな、もう先に振られて、まあ、僕ら二人とも最初のウルトラマンから見てる世代なので、そういう意味での思い入れはすごくありましたので、映像面ではですね、むしろリアルな、なんかすごい派手なアクションはもちろん面白いと思うんですけど、それよりもそのモーションキャプチャーをベースに CG で表現することによって、より人間が人間らしいというか、その生っぽい生身の感じと、さっきとウルトラマンの時と似たような話になるんですけど、人間の持つ生っぽさとアニメの持つそのデフォルメ感みたいなのが融合みたいなのをできるだけこう突き詰めてやりたいなと思ってますので、よりなんていうのか、自分たちに近い話になってるんじゃないかなと思います。